枯ク草菌の画法画法とは、一部の細菌が形作る、極めて耐久性の高い細胞構造。胞子膜、皮層、深部からなり、胞子膜の外側に外皮を持つものもある。深部には、DNA、リボソーム、酵素、低分子化合物などが含まれており、半結晶状態になっている。以前は、胞子、内生胞子とも呼ばれていたが、真菌や、 死だ植物の胞子とは役割が異なるため、それらと区別するために、画法という名称で呼ばれるようになった。画法を作る細菌は限られており、有画法菌あるいは画法形成菌として、細菌を分類する上での指標の一つにされている。有画法菌の中には、アンフィバシラス属、バシラス属、クロストリジウム属、スポロサルシナ属などが存在する。このうち、 バシラス属とクロストリジウム属が、病原性や微生物の有効利用などの面から、人に対する関わりが深く、代表的な有画法菌として取り上げられることが多い。画法を作る能力を持った細菌が、栄養や温度などの環境が悪い状態に置かれたり、その細菌に対して、毒性を示す化合物と接触したりすると、細菌細胞内部に画法が形成される。 この時、細菌の遺伝子が複製されてその片方は、画法の中に分配される。画法は極めて高い耐久性を持っており、さらに環境が悪化して、通常の細菌が死滅する状況に陥っても、生き残ることが可能である。しかし、画法の状態では、細菌は新たに分裂することはできず、その代謝も限られている。このため画法は耐久型。 休眠型と呼ばれることがある。生き残った画法が、再びその細菌の増殖に適した環境に置かれる、または、ヒートショックのような熱等のストレス条件下に、さらされると、画法は発芽して、通常の増殖、代謝能を有する菌体が作られる。この通常の菌体を画法と対比して、栄養型、増殖型と呼ぶことがある。画法は、通常の細菌と比べて、 極めて高温に強く、摂氏100度での煮沸によっても、完全に不活化することができない。画法を高温で完全に不活化するには、オートクレーブ処理、関熱処理などの処理が必要。画法を完全に不活化することが可能な条件で、器具や培養液などを処理することを滅菌と呼び、医療器具の扱いや、微生物学や、 生化学の実験、食品科学などの分野で重要である。滅菌の技術が発達する以前には、間結滅菌法による滅菌が行われていたが、それでも滅菌に失敗することはあり、画法による汚染が問題になることが多く見られた。また、高温以外にも、消毒薬などの化学物質にも耐久性を示す。一般的な消毒薬では、 ジア塩素酸ナトリウムがやや有効な程度で、塩化ベンザルコニウム、アルコール類等では不活化することが非常に困難であり、確実に不活化するには最も強い消毒薬である、グルタラールを長時間接触させる、または、カサク酸であれば、短時間接触させる必要がある。他に、X 線にも高い耐久性を示す。 画法を不活化するには、上に上げた熱による方法のほか、エチレンオキシドやホルマリンによるガス滅菌、メンブランフィルターを用いた、ろ過滅菌、ガンマ線滅菌などが有効である。また画法に特化した滅菌方法として、間欠滅菌と呼ばれる方法がある。間欠滅菌とは、材料を一旦煮沸した後一晩室温で放置し、 再び煮沸する作業を3回繰り返すもので、室温で放置している間に画法が発芽して栄養型になることを利用した手間のかかる方法である。ありがとうございます。